はい、こんにちは。西荻フレンドリースクール事務局の松浦です。西荻フレンドリースクール公式ブログ幼児教育支援 .com 動画版、本日のテーマです。早期受験と幼児教育の違いです。早期受験によって早期教育、間違えました、早期教育と幼児教育の違いです。改めまして、それでは西荻フレンドリースクール室長の今野由美先生、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ちょっとね、師走でね、僕はかなり疲れてるかもしれません。いろいろ読み間違えたりするんですね。なんかやっぱりこう1年の終わりって、なんかこう1年間の疲れがなんかドドッとこう、ね、出るような気がするんですけれどもね、はい、ちょっとね、気を取り直してずっと頑張りたいと思いますけれども、はい、そうなんですよね。その早期教育と幼児教育って、まあ、そもそも早期教育を、ね、どういうふうに定義するか、うん、多少ね、人によって分かれるかもしれませんが、まあ、今日はフレンドリーの考え方ということでね。そうですね、はい、フレンドリーというか、こう、まあ、私の考えの早期教育と幼児教育の違いっていうことなんですけれども、はい、やっぱり早期教育っていうのは、なんていうのかな、字が早く読めるようになったりとか、掛け算とか割り算とか、よく幼児にたまにね、やっぱりそういう子がいるんですよ。なんていうの、掛け算ができたり割り算ができたり、小数点の掛け算ができたりとかって、結構そういうふうにできちゃう子どもってこういるし、またそういうふうになるように字もすらすら読めてっていう、そういうことを求めてるのを、まあ、早期教育かなっていう。強いて言えば漢文が読めますとか俳句が読めますとかいわゆるちょっと先取りのようなそうそうそう、文字が読めますとか。でもね、まあ、考えたら文字が読めるとかそういうのっていうのは、まあ、小学校に入れば誰でも読めるようになりますし、まあ、その幼児の時から読めればすごいなって思われるのかもしれないんですけれども、まあ、小数点の計算だって4、5、6年になればそれなりの頭で覚えるし、だから本当にそういうこう掛け算とか割り算とか字を読むとかっていう、うちは文字がすごい読めちゃうんです。どんな難しいものでも読めちゃいますっていうのとね。で、やっぱりある子供がいて、うちに来てた子供ですっごく IQ が高くて、それでこう症状のよくありますよね、症状ってこう表彰状、そう表彰状、はい、ああいうものの漢字も全部読めちゃったりして、で確かに IQ 的には高いんだけど、じゃあ小学校受験してしたら成功するかって言うと本当に成功しないんですよね。でもなんかそれだけものすごかったら余裕っていう感じしますけどね。そうなんですよね。だから、うん、そういう文字を読んだりとかっていうことは確かに早期教育だけど、うん、そういうのはもう時が経てばできることですよね、うん、小数点の計算にしても、まあ、それ相応の年になればね。そう、うん、だけどそういうそのことを求めるんじゃなくて、幼児教育っていうのはやっぱりこう人の話がちゃんと聞けて、自分で考えられて、で自分で答えを出すという、つまり人の話を聞かないで勝手にどんどんいろんなことができるんじゃなくて、人の話を聞いて物事を考えるっていう、その考えるっていう部分をこの6歳7歳まで作らなきゃいけないんじゃないかなっていう、その覚えるんじゃなくてね、じゃあ幼児の頭で小数点の計算っていうことは、小数点ってことは0があって、小数点っていうのは0以下の話になるわけでしょ、でも幼児の頭で本当に0以下のことを考えてね、問題を解いていくかって、そういうことがイメージされてね、どういうふうなイメージで解いてるのか知らないんですけれども、例えばもう九九が全部言えます、二二が四、二三が六、そういうふうにね、九九八十一まで言えたらこの子は将来すごく楽だろうと思うけれども、でもね、二二が四、二三が六、二四が八、二五十なんてこう全部こう覚えたって、それが何の意味かが分からなければ、やったってしょうがない、覚えたってしょうがないと思うんです。概念として理解するというかね、ちゃんとそういうものって全て概念として理解する、うんうん、だから 2×3 は6っていうことが、2は3回ある
2が3回あるから6じゃなくて、ただ2、3が6って覚えてるんですよ。音の並びっていうかね。そう、うん、あの音の並びで唱えられるんですよ、はい、黒く81まで。それを唱えさせられるようにするのが、まあ、早期教育、うん、だけど幼児教育っていうのは2、3が6だったらば、例えば1個2円の、まあ、2円というか黒玉2つでもいいんですけど、うん、のイチゴを3個買ったらいくつになりますかって言った時に、ね、1個イチゴが黒玉2つだったらそれを3回書けばいいわけですよね。それは幼児の頭でもできるんですよ。だからそれが3回書いてあるところを、まあ、幼児でずっとそれを教え続けていく。2を3回書けばイチゴが1個が2個なんだから3回書けばね6個になると。でそれが幼児の時にそうやってずっと概念で学んでったものを小学校に入って初めてそういう概念のものは 2×3 って言うんだよ、まあ、式であったりするためには当てはめていく。そう、でそうやって覚えたと遅くはないわけですよ。だから幼児教育っていうのは何かっていうと、そのやっぱり自分脳の子供の幼児の脳っていうのはもう決まってますからね、キャパシティが。記憶は確かにこうできるようにはなるのかもしれないんです、幼くても。だけど物を考えるっていう容量はやっぱりそんなに大きくはないわけですよね。だからその頭を使ってもう伸ばすだけ伸ばす、発達段階のその6歳なら6歳、5歳なら5歳の発達段階の高い発達段階を達成するための訓練。だから例えば年少クラスだったらば、それは3歳児ですよね。だから3歳児が年少クラスだとすると、じゃあ幼児教育で何を学ぶかっていうと、3歳児の最高の発達レベルですか、もうここまで、これ以上は3歳には無理っていうところのレベルまでは引き上げることができるんですよね。それで脳の発達を待って、今度4歳になったら年中クラスってなるので、今度はもうちょっと脳ももちろん成長してるから、そこへさらに年中の4歳児としての最高の発達段階をまたクリアしていくっていう、そういう指導を幼児教育ではやるんじゃないかなと私たちはやってますけど。じゃあ先取りではなくて、その時その時のマックスをちゃんと狙っていくというか、ね、そう、多分ね、うん、あの幼児の頭なんて大人の感覚で考えちゃいけないんですよ。まだまだちっちゃい能力なんですよ、脳って。まだそんなに大きくなってないので、いっぱい刺激を与えることによってこうだんだん脳が成長してくるわけだから、そういう意味で、ね、例えば4歳なら4歳の脳の大きさをがあっても、それを半分まで使ってない人、うん、また記憶っていうのは別なところだから、うん、半分まで使ってない人だけど、それを幼児教育を受けることによって目いっぱい4歳の脳をフル活用さ活動させるっていうんですか、はいはい、で年長になったら今度は5歳6歳のまたさらに成長してますよね。だからそこへまたフルにこう発達段階がクリアできるようにする、それが試験、小学校受験の入試問題になるんじゃないかと思うんですよ。あとはその幼児期にはね、その考えることが大事だという話しましたけど、それはもう当たり前に生活すれば自然そうなく、そうなっていくっていうよりは、ある程度はやっぱり親が、プロがお膳立てっていうか、そう導いてあげることが必要なんですね、うん、なぜあなたは今こう思ってるのかとか、うん、今の気持ちっていうのは悲しいのか、うんうん、楽しいのか嬉しいのかっていう、そういうのもこう今の気持ちを考えろったって考えられないんですよ。やっぱり親がこういう気持ちは嬉しいの、楽しいの、悲しいのって、楽しいって、そうだね、こういうのを楽しいって言うんだよみたいな、そういうこう実地でいろいろ学んでったりして、とにかく6歳までにはもう最高、その字が読めるとかそういうことじゃなくて、もしものを考える力をこう少しずつ広げてってあげるのが幼児教育なんじゃないかなっていう、うん、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。
はい、それでは教室からのお知らせです。西荻フレンドリースクールではメールマガジンを配信しております。由美先生の書き下ろしの記事やセミナーの、ね、お知らせなどもお送りしますので、よろしければ登録をしてみてください。子育て幼児教育相談会は平日と土曜日に行っております。遅い時間でもね可能ですし、オンラインも対応可能ですので、ぜひご利用ください。体験授業も受付しております。1歳6ヶ月から年長さんまでお待ちしております。連絡先です。電話番号が 03-3390-0750 番。メールアドレスは info@friendly-school.com です。教室では引き続き小学校受験、幼稚園受験、海外での教育、英語教育など幅広いテーマでお話をしてまいります。皆さんからのね、テーマリクエストも大歓迎です。よろしければチャンネル登録もお願いいたします。それでは本日も最後までありがとうございました。では、失礼いたします。